どうも、文でございます。皆さん、面白そうな商品手に入れましたよ。これ。まだ正式に発売されていない新製品なんですけど、興味ある方はね、動画の最後に通常価格よりも3、4割安くね、お得に買える方法をお伝えしますので、最後までご覧ください。いたしません。いたします。文さんもそうなんですけど、DIY やものづくりにハマってね、用途に合わせて電動工具を買い揃えていくとね、だんだん数が増えてきて収納場所に困ってくるんですよね。道具はたくさん欲しいけど、あまり収納場所は取りたくない。そんな人のための電動工具があります。今回はですね、モーターとスイッチのついた本体は一つ。それにヘッドをね、付け替えるだけで、あらゆる用途の電動工具として使える、ペン型マルチツールを紹介します。それでは今日のメニューです。はい、今回ここにあるのは、現時点で手に入る全てが揃った豪華ツールボックスセットというものです。それ以外にね、セット内容を減らしたベーシックセットという商品もあります。それではセット内容を確認していきましょう。金属製でね、頑丈そうな真っ赤なボディの専用ツールボックス。はい、この中に全部収まります。このように自分で穴開けたり、この下ね、くり抜いたりすればね、小さなパーツなら追加で収納できそうですね。本体。この深緑色ベースのボディはね、頑丈そうなプラスチック。この黒い部分は、硬いゴム製でね、握った時にね、グリップが効いてね、滑りにくくなってますね。ちゃんとね、はい、自立しますよ。はい、続いてこれ、はい電動ドライバーになるドライバーヘッド。はいミニルーターになるグラインダーヘッド。はい回転式のカッターヘッド。これね、よく使うサイズの、プラス4本とマイナス2本が入ったね、こういうドライバービットセット。はい、これ、ミニルーターとしてね、一般的に使うビットがね、一通り揃ってる。よいしょ。はい。ルータービットパーツセット。タイプ C、タイプ A の USB 充電ケーブル。ここにあるのはね、メーカー直送のサンプルなんで付いてないんですけど、通販で購入された方には日本語説明書が付いています。はい、まず本体から。すべての操作はこの面に見えているゴム製の4つのボタン。アタッチメントの取り外しは反対側。この硬いプラスチック製のロック解除ボタンを使います。そしてね、この一番上のボタンで、ロー、ハイ、オフ。ロー、ハイ、オフが切り替わる LED ライトがついてます。まあ、照らす方向がね、このヘッド側と反対で、作業しながら手元を照らすものじゃないので、純粋にね、懐中電灯として使うおまけ機能だと思います。ロー 0.5W。はい、1ワットと。まあ、それほどね、明るいものではありません。この機能についてはね、後で説明しますけど、個人的にはいらない。取っ払った方がいいんじゃないかなと思います。アタッチメントを装着していない状態で電源ボタンを押すと、バッテリーの残量が LED で表示されます。すぐ消えます。はい、電源ケーブルのいらないコードレスの電動工具なんで、使用時にケーブルが邪魔になりません。内蔵のバッテリーは、付属のね、USB ケーブルを、この USB Type-C の充電ポートに、挿して、どっち向きでもね、大丈夫ですよ。こんな感じで。よいしょ。スマホ充電器や USB アダプターなどね、その辺にある USB 電源につないで充電できます。ケーブルをね、なくしたら、一般的な Type-C の充電ケーブルが使えるので、この USB 充電方式は汎用性が高いというメリットがあります。ただ、この製品だけじゃなくて、危険物であるバッテリーを使用した製品はどれもね、将来必ずバッテリー処分問題にぶち当たるデメリットがあります。でもこの商品は、完全密閉タイプじゃなくてね、この4つのね、プラスのネジを外せば、簡単に分解できそうな設計になっているので、自分で蓄電池外して通常の電池を捨てる方法で処分できそうです。それなりのスキルがあれば自分で電池交換もできると思います。はい、このドライバーヘッドをこう三角合わせてカチッと本体に装着して、これね、ドライバービットをつけると、電動ドライバーにもなるし、手回しとね、最後の手締めができる普通のドライバーにもなります。それから一般的なね、ハンドガンタイプの電動ドライバーは、無理やりね、手で締めようとすると、モーターの軸がね、空回りするからね、手締めできないんです。こんな感じでね、空回りします。それに対してこれはね、軸が空回りしない機構やから、最後ね、手締めができる電動ドライバーなんです。見た通りペン型で、普通のドライバーと大して変わらないね、大きさと形なんで、普通に手回しもできます。まあ、デリケートな部分とか意外とね、手回しが必要な時ってあるんですよね。まあ、手回しできるから、もしバッテリー残量がゼロになっても、普通のドライバーとしても使えるということですね。このドライバーの使い方はですね、電源ボタンを押して、使用中ここ、バッテリー残量がわかるんですけど、奥のボタンを押せば、右、正回転。手前を押せば、左、逆回転します。回転速度の切り替えはありません。手で持ってね、ちょうどこの、人差し指で届く位置にね、操作ボタンがあるのは、手回しと併用するのにね、非常に使いやすいです。回転トルクとしてはね、このように、指で強く挟んでも止められないので、小さいけどそれなりにパワーはありそうですよ。記載されている数値的な仕様としては、回転速度 200rpm で 5Nm のトルクだそうなんで、まあ一般的な手回しできる小さなコードレス電動ドライバーの中では、トップクラスのハイパワーモーターを使っていることになります。そんな 5Nm のトルクってどのくらいのパワーなんでしょう？後で試してみますね。この先端に取り付けられるね、ドライバービットホルダーのサイズはですね、4分の1インチ 6.35 ミリなんで、この付属の6本だけじゃなくて、まあ、一般的に最も多く使用されている直径 6.35 ミリのドライバービットが装着できるので、非常に汎用性が高いです。だから文さんが持ってるこのようなね、どこにでも売ってる 6.35 ミリのドライバービットも、はい、付けられるし、このようなね、変換ビットを付ければ、はい、こういった細いね、精密ドライバービットも使えます。最後手回しできるからこそパワー強いとねじ穴を舐めてしまう精密機器にも、電動アシストドライバーとして使えるんですね。なんならね、軸のサイズを選ばない。キーレスチャックをつければね、低回転で使いたいルータービットを使うこともできます。これ軸は空回りしないのでね、軸を固定しなくてもね、手で緩め締めできるんですよね。非常に楽。はい、このグラインダーヘッドを三角マークを合わせてカチッと本体に装着するとミニルーターになります。ここを押して軸を固定してね、ここ緩めて付属のルータービットをね、固定して使います。このミニルーターはですね、ビットを締め付けて固定する方式としてコレットチャックが使われています。はい、こういうやつ。この本体装着のものを含めて、全部でね、4種類のサイズが付属してます。ルータービートの実径、この軸の直径ですね。軸の太さに応じて、このコレットチャックをね、付け替えることで、直径約1ミリから一般的によく使われる、この3ミリのルータービートまでね、装着できます。はい、ちなみに付属のルータービートのサイズはこれね、3ミリ軸です。100円ショップで売ってるね、安いルータービットはね、軸がね、2.34 ミリ軸とね、細いんですけど、はい、このように、はい、付属のコレットチャックで対応できます。文さんが持ってるこのキーレスチャックは、ミニルーターにね、取り付けて使うね、3ミリ軸のやつなんでね、このミニルーターにもね、まあ、装着できるので、まあ、これ付ければ、自由なサイズのルータービットをね、装着することも可能です。はい、これ付属のね、ルータービットもね、付きますよ。まあ一般的にこういうね、コレットチャック採用してるミニルーターってね、締め緩めに、こういう、付属のスパナ使うものが多いんですけど、これはコレットチャック方式なのに、ここギザギザになってるから、手でね、締め緩めできるんですよ。だからルータービットの付け替えも、コレットチャックの付け替えも手軽にできるんですよね。文さんこのタイプ初めて見ました。それからちょっと変なところに着目したいんですけど、この4種類あるコレットチャック、1個だけ色が違うんですよね。これちょっと銅が混ざってんのかな？これが銅で、この3つが真鍮なのかな。この1つだけちょっと色が違うのがね、3ミリ軸用なんですよ。そうです。付属のルータービットは3ミリ軸なんですね。だから見たらね、すぐね、付属ルータービットへのコレットチャックで分かるようにしてくれてるんですよね。まあ、たまたまなのか意図的なのかは知りませんけど、まあ、意図的なら細かい気配りされてますよね。はい。使い方はですね、こう電源ボタンを押して、この上下のボタンで、回転速度 5000rpm から 18000rpm の5段階の調整ができます。最速 18000 回転というのをね、超高速ではないけど、この太さのね、ミニルーターとしては、まあまあの高速タイプです。ちなみにこれ音が面白いんですよね。カエルの歌が。はい。本体の収納ボックスも見た通りね、すべてがぴったり収まるので、かさばらなくていいですけど、このね、付属のミニルーターパーツ収納ボックスも同じです。これはね、金属や木材を切れるディスク、プラスチックを切れるやつかな。あと、ヤスるやつとか、金属磨くやつとか、ここに入ってるんですけどね。まあ、ドリルとか。まあ、いろいろ入ってますけど、ほぼ綺麗にね、収まってますよね。ミニルーター買うとよく付属してる収納ボックスってね、ただね、仕切られてるだけで、ビットはね、中でごちゃごちゃね、してるものが多いんですけど、この収納ボックスは、一本一本ビットをね、ぴったりね、固定できるようになってるから、ごちゃごちゃしなくていいですね。こんなこともできる。まあ、ビットは消耗品なんで、劣化したら、まあ、Amazon やホームセンターで買えるね、3ミリ軸のものを買って家帰ってやればいいでしょう。ルータービットは後でいくつか使ってみますけど、見ての通り一般的なものばかりなんで、各ルータービットの細かい説明は省略させていただきます。はい、このカッターヘッドを本体に装着すると回転式のカッターになります。厚紙、段ボール、ゴム、革、固めの布、デニムとか、カーペット、薄いプラ板、薄い人工芝、防草シートとかね、厚さね、6ミリまでの素材を切断できます。残念ながらベニヤなどの木の板や金属板は硬いんで切れませんけど、薄いアルミ板は切れるみたいですよ。文さんはね、革とかゴムとかカーペットとか、めったに切ることないと思うんですけど、かさばる段ボールを切断して片付けたり、処分したりするのに普段使いできそうです。この中には円形じゃなくて、八角形の切断用ディスクが付いてて、なんかこれにはね、自動研ぎ機能がついてるらしく、回転して切断しながら刃先をね、研いでくれるので、刃が長持ちするらしいです。はい、使い方はですね、この電源ボタンを押して、このね、スイッチを押すだけで、まあ、どっちでもいいんですけど、260rpm で刃が回転します。どっちを押してもね、回転方向は一定です。はい、厚紙。こんな感じでね、スーッと切れてきます。まあ、こんなもんはハサミで切った方が早いですけどね。まあ、厚みのある段ボールとか、大きなものはハサミで切るとね、手が疲れるので、まあ、これ使うとね、中断しないで最後まで切っていけるし、楽やと思います。はい、見ての通り電動工具としてはペンを持つように使える、細くてコンパクトな設計なんで、場所取らないし軽いです。はい、本体は 151g、ドライバーヘッド、まあ、69g、グラインダーヘッド、36g、カッターヘッド 162g なんで、まあ、一番軽い組み合わせで 187g、 一番重いカッターヘッドを装着した状態でも 314g とね、 360ml の缶ビールよりも軽いので、まあね、1000g を超えるものが多いね、一般的な電動工具と比べて作業しても疲れにくいと思います。まあ、この商品の大きなメリットですね。はい、皆さんお気づきでしょうか。これにね、装着したアタッチメントによって、このね、本体のボタンを押した時の動作が違いますよね。無装着だと、バッテリー残量。はい、ドライバーは、200rpm の正回転。逆回転の切り替え。ミニルーターは、5段階の速度調整。はい。カッターは、どちらを押しても 260rpm の一方向の回転です。これどうやってついてるものを認識してると思いますか？多分合ってると思うんですけど、本体のこの奥に2つの小さなオンオフスイッチがついてるんですよ。スイッチ1、スイッチ2、2つ組み合わせることで、それぞれがオン、オフ、オン、オフ。信号にすると、10、10。これが2つあれば、00、01、10、11の4種類の状態を認識できます。それによって何もついていないモード、00、ドライバーモード、01、ミニルーターモード、10、カッターモード、11を認識できるんです。アタッチメントをね、同じ向きに並べると、こんな感じ。ドライバースイッチ1のところに切り込みが入ってるから、スイッチ1が押されない。ミニルーターはスイッチ2のところに切り込みが入ってるから、スイッチ2が押されない。カッターは切り込みがないので、スイッチ1と2どちらも押される。で、外すとどちらも押されない。この仕組みによって、一つの本体で複数のアタッチメントを装着して、それぞれ違う動作をさせるマルチツールが実現するということなんですね。はい、まずは電動ドライバー。トルクがね、5Nm という仕様ですけど、1から 3Nm のものが多い、手回しできる電動アシストドライバーの中ではトップクラスのトルクです。では 5Nm ってね、どのくらいのパワーなんでしょうか。数字だけ見てもわかんないですよね。まあ最初からね、ネジ山が切られた金属とか、まあプラスチックは相手なら、はい。よいしょ、手回し。まあ、このようにね、1Nm 程度あればね、支障ないんですけど、こういった木材に使う木ネジってね、自ら木を切り込んでいかないといけないしね、摩擦もあるので、まあ、ネジがね、長ければ長いほどね、最後まで締め切るにはかなりパワーが必要です。硬い木材相手だと、まあ、最低でもね、20Nm は欲しいところなんで、まあ、こういった大きなハンドガンタイプの電動ドライバーじゃないと難しいと思います。さて、このドライバーは硬い木材相手にどのくらい切り込んでいけるでしょうか。試してみましょう。はい、ちなみにこれはホームセンターで売ってる建築用の 2x 包材を切ったものです。まずこのね、ぶっとい木ネジ。どこまでいけるかな。えい。頑張れ。あと待った。ここが限界。あとは手回ししかない。抜くのはいけるでしょう。ネジ山のピッチがね、広いやつ。ポン。ここ限界。じゃ、今度はどうかな。この細いやつ、いってみましょう。ちょっと糸して。いけた。最後までいった。細いのはいけるね。さっきのね、ぶっといやつと太さは同じなんですけどね。半分ぐらい短いやつ。短いやつどうよ。あ、もうちょっと惜しい。もうちょっとね。もうちょっと。いけるとこまで。これなんか。あとはね、これ手回しできるから。ぐっと。はい。まあこんな感じかな。まあ細いやつなんで最後までいけたしね。こんな細いね、電動アシストドライバーでね、木ネジを最後までね、締め込めたのはね、結構パワーあると思います。5Nm のトルクってね、こんな感じですね。このようにね、何も考えないでドライバー手回ししてるとね、この LED ボタンに指が当たってね、ライトがつくことがあるんですよね。この指がこう当たるんですよ。ここがね、当たるんです。まあ、LED ライトってね、ほぼ使わないし、まあ、手回しするときの邪魔になるからね、取っ払った方がいいんじゃないかなと思うんです。まあ、手回しでね、手をグリップするところにはね、何もない方がいいので、まあ、どうしてもね、必要なので、このボタン類は、まあ、指の位置にね、干渉しない、もっとね、この奥、この辺とか、こっち側にね、あった方がね、使いやすくなるかもしれません。まあ、ただ、回避策はいくらでもあって、手回しするときはね、ここ、まあ、こう持ったりね、こう持ったり。まあ、ゴムの部分をね、意識して持つとね、まあ、グリップ効くしね、操作ミスは起こりません。まあ、慣れれば大丈夫。はい、続いてミニルーター。ガチャン。ここにね、ルータービットをつけていくつか使ってみましょう。これね、いっぱい入ってます。切断用ディスク。このネジはね、付属のマイナスドライバーあるから。軸を固定してからこう締めた方がいいね。はい。まずは、バンブー。バンブーを切っていきましょう。はい。はい、硬いバンブー普通に切れます。綺麗。切り口も綺麗。じゃあこれ金属いけるかな？金属ね、いきます。金属のネジ切ってみます。はい、切れた。結構ね、時間かかるけどね。切ることはできました。はい、続いてこれ。これね、サンドペーパーにも見えますけど。はい、ペラペラのディスク。これね、プラスチックは切れるらしいんですよ。クリアファイル。一応これ2枚重ねになってますけどね。2枚重ね。カモン！まあ2枚重ねなんですけどね。プラスチックも切ることができます。まあ、元のディスクはこんな感じ。だいぶ減ってますよね。まあ紙ですから。まあ、それはしゃあない。次はここにあるね。ドリルいってみましょう。ね、太さが違うやつがね、3本あります。これはね、コレットチャックを交換してね、使い分けます。はい、細いやつ用のコレットチャックつけて。はい、これも金属用です。まあ、プラスチックは余裕ですけど。まあ、こういうなんか、虫を取ってね、空気穴開けてやるとかね。まあ、そういうのにも使えそう。まあ、普通のミニルーターですね。はい、次。カッター。まあ、仕様ではね、厚さ 6mm までの素材をカットできるということなんで、仕様の限界ギリギリの厚さ、6mm の分厚い段ボールと、この 3mm の薄い段ボールを切ってみましょう。まずは 6mm ね。まあ切れるけどね、厚さ限界ギリギリやから、結構ね、もたつきがある。今度ね、3ミリのやつね。はい、こんな感じ。こっちは慣れるとね、スッといけそうですね。プラ板とかいける？プラ板ね。まあ、プロ版は簡単にいきますね。薄いから。厚いとね、ちょっと引っかかるんよね。この辺がちょっとね。まあ、段ボールのね、片付けとかにね、使いたいと思います。はい、このね、豪華ツールボックスには、このね、3種類のアタッチメントが付いてますが、さらに今後、開発発売予定のアタッチメントが3種類告知されています。名前だけで写真や詳細はまだ公開されてないんですけど、予定1つ目、剪定バサミ。まあ、これはね、ボタンを押すことで、まあ、木の枝とかをね、ウィーンとね、楽にカットできるやつだと思います。続いて、カッティングマシーン。多分大きなマルチツールでもよくあるこういうやつ。まあ、先がね、ノコギリみたいになってて、まあ、押しながら木材をね、切っていけるやつじゃないかな。これもし発売されたら欲しいな。最後に掃除機。これは担当の方に確認したんですけど、まあ、机の上とかね、キーボードの隙間とかの小さなゴミを吸い取れる掃除機だそうです。ミニ吸引機ですね。はい、どうですか？なかなか面白そうな電動工具でしたよね。電動工具ってたくさん買い揃えると結局高くつくんでね、1台で何役にもなる。こういうね、マルチ電動工具はありがたい商品やと思います。はい、この商品。冒頭でも言ったようにまだ正式に発売されていない新製品なんですけど、実は今だけ応援購入祭と幕開けで、期間限定先行販売されています。今ならお試しということで、通常価格より 3,4 割程度安く買えるのでかなりお得ですよ。豪華ツールボックスセットもベーシックセットも先行販売されています。期間限定なんでこれいいなと思った方は動画の概要欄に商品ページのリンクを貼っておきますので早めに確認してみてください。いずれ Amazon でもね、定価で買えるようになるかもしれませんので、その時はね、概要欄に Amazon の商品リンクを追加しておきますね。はい、どうでしたか？よかったら高評価、コメントお待ちしています。最後まで見てくれてありがとうございました。これからも面白そうな道具紹介していきますので、チャンネル登録と通知設定をして、次の動画だけじゃなく過去の動画も見に来てくださいね。ほなまた別の動画で。